仰天マネーランキング第1位、マニアの世界のカリスマは一体いくら稼ぐ？日本トップのラバースーツ職人、驚きの年商は万円。この調査員は俺相川翔と、年収はあっこにお任せ。豪華やな。豪華。東京ウグイス谷で月に一度開催される謎の集会が。すごいな、深夜に人こんな集まるんすね。会場に潜入すると、うわすごい、水槽の中に女の人がいてる。何これ、手振ってくれた。楽しいですか。何なんこれ、熱い。何これ。実はこれ、デパートメント H という変態さんたちが集うヤバめのパーティー。そんな中、我々のお目当ては、すごいすごい、全身ピチピチの服着てる人がいる。これラバースーツですか。そうですよ、コートもラバーですよ。ラバースーツというゴムの服を着た軍団が、アメゴムというあの素材を使ったスーツです。ゴムです。スケテルゴムです。スケテルゴム。ラバースーツ総額でいくらぐらいなんですか。30万です。全部で合わせて35万ぐらいですね。35万。はい。おいおい、このカブトムシみたいなツヤツヤの服めちゃめちゃ高いな。おい、ほんまやな。なんでもこのラバースーツってのを作るとんでもないキャリスマがいるらしいんですよ。キャリスマ、すごいカリスマの方がいらっしゃるって聞いたんですけど。あ、はい、クラゲですよね。クラゲさん。はい、私のコートもクラゲさんで。あ、これクラゲさんなんですか。これはどこで作ったんですか。そのクラゲさんで作ってもらいました。クラゲで、はい、ラバー業界のキングですね。一目置かれる職人さんですね。まずこの回すごいな。ラバースーツのカリスマクラゲなる人物が。これは仰天マネーの匂いがプンプンする。どうやって切るのこれ。今から、はい、またビアゾンいただくのは、はい、同じ日やな。サウナ行く前やないか。ミヤゾン、この後君熱波しますよ。今から調査していただくのは、はい、ゴムであるものを作ってるカリスマ職人です。ゴムであるものを作ってるってなるとちょっとごめんなさい、はい、ちょっとやらしい。調査開始。すごい、ちょっとここだけなんかいきなり雰囲気が違う感じがします。そう、こちらが池袋の路地裏にあるカリスマクラゲの店。ラバースーツ、あ、なんか人がいるような気がする。あ、どうも、あ、こんにちは。ちょっと驚いちゃったんですけど、いきなりの、何セクシーな。事務所はどこなんですか。セクシー。お客さんです。お客さん、あれ、ちょっと待ってください。座っていいんですか。どうぞ。めちゃめちゃゴムです。これ素材全部ゴムじゃないですか。そうです。肌に吸い付いてますね。ほんまや。これ着てて嬉しくないんですか。ね、みんな全身採寸して作ってます。ボディラインが美しく出るよう一着一着採寸し、完全オーダー、全て手作業で作られている。何着ぐらい持ってます。結構持ってますね。総額いくらぐらいですか。ファミリーカーが買えるかなみたいな。100万幅広い客層を持つクラゲ、一体どれほど稼いでいるのか。いよいよご本人登場。女性、女性、男性よね。あ、どうもこんにちは、みやぞ。あ、どうもすいません、こんにちは。すごいな。ほぐせほぐせ。もうちょっとほぐせ。人となり教えてくれ。ラバースーツを作って15年、カリスマクラゲ。キャリーパミパミへの衣装提供や、映画で阿部サダヲも来たという、実はすごい人。日本では一部のマニアのものというイメージが強いが、海外でラバーはすでにファッションの一部。クラゲの作品は海外の専門誌で表紙を飾るほど評価され、世界各国でファッションショーも開催。日本のラバースーツのレベルの高さをアピールし続けている。そんなカリスマの仕事場を拝見。こんなにスタッフさんがいたんですね。お客さん、あ、お客さん、マスクの鼻を開けに
来ました。お客さん。鼻の穴、これ間抜けなところに開けると本当に台無しになっちゃうんで、今日がその最終段階ですか。うわ、手抜けないっすね、どこも。はい。ちなみにお仕事何されて。あ、普通の主婦です。これこの後で保護者会に行かなきゃいけない。ちょっと待って。そのまま持って。どういう時に被るんですか。なんかこれで家事してます。うんだから変態のイメージが強いですね。マスクをかぶって家事をすると気持ちが上がるのだそう。ちょっと変態じゃないですか。なんか分かってきた気がする。もう本当に日本のね、主婦の皆様にも、ね、ぜひ今回特別に、はい、みやぞんさんモデルも嘘作っていただいて。本当ですか。うわ、すいません。だからかマネージャーさんがちょっとここ測らしてとかやってたんですよ。さあみやぞん、人生初ラバースーツ、果たして。かわいい。めっちゃかわいい。なんか開けてって。誰なんだよ本当に。みやぞんがお前。いや、ちなみに今回は基本となる5万円のキャットスーツをオーダーしてみました。5万円って言ったらカブトムシ4000匹だね。うわ、気持ち悪い。私無理や。なんやそれ。たっぷりとした。まあいらん。本当にみやぞんさんですか。どうやら僕らしいんですよ。本当ですか。はい、ちょっと確かめていいですか。着心地をちょっと表現できたりする。ああ、僕ですから、はい、いきますよ。ああ、なんだか口開けたってよ。落ち着くの、ハッピーだな。落ち着くの。ああ、初めての感じだな。開放感もある。開放感これはいいです。そうなんだ。開放感ゼロやろ。最高。間違いない。場が温まったところで、いろいろやってるかな。聞かせてください。意外に言われてもちょっと分かんないな。そこなの、そこなの。例えば今オーダーですね。ああ、このキャットスーツオーダー2日に1遍入りますね。それプラス、こういう彼女みたいな、お客さん、まあ結構いるんで。ああ、ということは1年間でやっぱり何千万ですね。その分経費かかりますんで。もちろんですよ。ただこれだけじゃもう到底店もちろんやっていけないんで。あ、そうなんだ。これ以外にもあるんじゃない。もう脱いでいいですかって。なんで言わへんねん。では行くぜ。仰天マネークエスチョン。さあ来ました。ラバースーツだけじゃやっていけないから、店で売っているあるものとは何か。クラゲさん曰くそのジャンルで世界一売れてるものらしいぜ。スタジオの勝俣やどきば答えてみる。勝俣言ってんの。勝俣言ってないよ。勝俣言ってんの。やなぎばも言ってないよ。なんで前に来たへん。お前なんで今まで来んかったやないか。急に、いや急にスタジオ広く使うスタイルに憧れて。バカにしている世界で一番売れてるものとは一体何でしょうか。しゃべくりセブンみたいなやつせんで。分かった方、で挙手でお答えください。世界一売れてるもの。クラゲの店で販売している世界一売れているものとは。で、実はこれなんですよ。え、何ですか。ドイツの製品なんですけども、ラバーに関してケア用品で一番売れてるやつ、うん、で、うちが日本代理店でやってまして、うん、実はラバースーツを楽しむために必要なケア用品がバカ売れ。スムーズに着るべく体に塗るオイルやラバーの表面に塗ってテカリを出す液体など、さまざまなグッズが必要なのだ。ラバーケア用品だけで3000本超えぐらいです。1本3000円ですね。脱がしてもっていいですかって言えよ。そろそろ死ぬで。危ない危ない。みやぞん限界。ずっと汗かいてるね。この後サウナきついな。この後サウナきついわ。世の中ってこんな明るかったっけ。ラバースーツのカリスマ職人はスーツだけではなく、ラバーのケア用品でお稼ぎになっていた。